stay tonight. Baby, I'ma let you say all of me. Won't you hear me? Need your mind, need your sheets. はい、ハイキャンチャンネルのママです。今回はなんとワークマンの秋冬展示会に来ています。東京国際フォーラムなので東京まで来ました。秋冬ということでまだ真夏やけど、ちょっとウェアとか見ていけたらなと思ってます。じゃあ早速行ってみましょうか。いつもフュージョンダウンだって。ダウンなんだ。ダウン、フュージョンダウン。フュージョンってどういう意味？お、合体とか。フュージョンってどういう意味とか。撥水加工もされてるから、これ結露しても大丈夫なやつじゃん。そういうことやんな。な、やんちゃん、まあ。そういうこと。説明しましょうか。フュージョンはどういう意味ですか？フュージョンダウンはここに、このダウンが。ダウン素材やけど、化学系の、あ、天然素材じゃないんで、化学系のダウンなんや。そう、へえ。でもめっちゃダウンっぽい。こういうソフトな着心地のダウンで、これダウン自体が耐久撥水がするんで、へえ。ダウン自体が、あ、ダウンじゃないのよ。厳密には化学繊維やから、で耐久撥水もあるんで、あの、もともとウエアのダウンに使われてた素材なんで、これそのまま洗える。え、そうなの？洗濯機で？洗濯機。え、すげえ、すごいよ。撥水加工されてる。いや、深い。7800円。安っ。安っ。すごいな。ダウンで、この値段。え、これこっちはなんか裏が素材がまた違う。ブラックアルミって書いてある。なんか保温がすごいんかな。保温性がいい。保温性が。それでも9800円。何度までいけるの実際？あ、それ書いてない。何度までいけるわ。それが一番重要やで、ママさん。せやな。いくら安くてもすいません。これって何度までいける？何度までマイナス？これは陶器がないと何度までいけるのか。これフェザー入ってるからふわっとしてる。それはフェザーが入ってんねや。お値段これね、12800円。すごい寝心地良さそう。3段階、3段階あって、3段階あってフュージョンダウン、うん、裏アルミ、裏アルミで、これがフェザーも入ってる。なるほど。でそれより上位モデルの真冬に行けるやつがあっちに、その向こう、あっちに。これの特徴は、この生地が綿だけじゃなくて、こっちが断熱素材。あ、だから、あの、ふかふかであったかいんじゃなくて、寒さが外から入ってこない。ああ、だから断熱ないの。考え方がちょっと違うやつ。はいはいはい。薄いけど断熱するから、こう体温を保温したり、外からの冷気を防ぐからあったかい。へえ。ちょっと面白いのは、昔やったこの温度がわかるし、あったかくなったら、そうそうそう、色変わる。あ、変わった変わった。あ、すごいすごいすごい。一回寝てみてや。あ、寝てみる。お邪魔して、いいですか？チャックも見て、これなんかあの、ええやつやね。ね、かまへんやつや。かまへん、かまへんやつ。いや、もうあったかいで。いや、ほんまにあったかいわ。いや、冬でもいけそう。すぐあったかいもん。すご
ごい。もうそれはサイズにも余裕があるから。うん、めっちゃ余裕あるから、すごい動けんで。もう出る時もほら。へえー。あ、これいいかも。それはいくらなの？これは9800円。確かに。そうやろ。ちょっと思ったのは中がサラサラしてるから、うん、サラサラしてる。子供とかでちょっと嫌がる子がいるかもしれん、うん、から中にちょっとブランケット1枚入れた方がよりあったかくていいと思う。暑いこれ。暑い。もっと暑いから。もっと暑いこれ。なるほど。あ、ダウン 50%、 フェザー 15%、 吸湿発熱は大体 35% を配合。お、怖いね。だから、何度までいける？使用可能がマイナス11。マイナス11はすごいな。限界はマイナス30。29,000でそれは大変ね。19,000。29,000はさらにすごい。29,000で耐えれんや。これはほんまもんのやつやわ。ほんまもん。11でいけるマイナス。おお、いけると思う。いやー、これほんまもんや。これ首の周りも。じゃあ締めた時にしっかり。あ、ダウンジャケットのあれや、エリア。いや、熱っ。これはこれで19,800円やったら安い。安いよな。あったか。コット3台に増えたから。ほんまや。寝袋もあと2つ買わなかった。いるな。いや、これいいわ。ほら、冬余裕やわ。あー、私やっぱこっちかな。これはいいわ。このここがいい仕事してるわ。ここにこうなるから冷気が防げる。こっちも入ってるけど、やっぱボリュームが全然そっちの。あ、ほんまや。これワークマンだけじゃない、これあるの。ほんでここで縛れんねんね。だから余計保温性が高まっていいんじゃない、これダウン。パパさん、なんで俺やねん。パパさんがマイナス で体感してくれたらいいんちゃうかな。過酷キャンプ。過酷キャンプ一回行って死にかけて帰ってきた。死にかけたらマイナス7度で。いや、そこでも多分これはいけるぞ。いや、11度やから楽勝やろ。うん、いいわ。ちょっとびっくりやな、うん、初めてこのワークマンで寝袋を試したけど、これいいわ。買いやで。普通に超有名 YouTuber。 じゃあ次は違うやつ見に行こう。はい、じゃあ次はコット。こちらのコットがテフロン加工やから汚れに強いっていうことで、結構コットってロースタイルにすると汚れやすいから、これ結構助かるかなって思います。でハイもできるしローもできる。これがなんと6800円。安い。で続いてこちらのシュラフカバー。シュラフのカバー。これが撥水加工されてるんで、これもまた水結露とかね、汚れとかそれ守ってくれるし、カバー保温性も上がるんで、ナイスな商品やと思います。こちらお値段がなんと3500円。なかなか1万円超えへん。いいな。続きまして10センチのインフレ玉マット。これすごいな、存在感が。これも6900円っていうびっくりする値段で。これでもあれやね、どれぐらい小さくなるかみんな気になりますよね。
それがなんとこの小ささになります。10センチのインフレーターマットちょっと持ってるんですけど、あれ結構パンパンになるからでもこれは袋が余裕があって、で外からベルトはめるタイプやから、これはいいなと思った。おすすめですね。ちょっとアパレルで気になるもん見つけたから言っていいかな。これちょっと色あるか、こっちの方がいいかな。ああ、はい、ねサーマルクルーネック、めっちゃあったかそう。素材が色が5色もあって、あ、それいい。アイボリー、うん、めっちゃ可愛くない？なんか普通におしゃれやねんけど、ただのなあ、インナーで多分使うんやろうけど。あ、インナーなん。でも普通に着たい。いや、上からいけるよいける。可愛いよな。可愛い、このあのシンプルな感じがめっちゃ可愛いな。ブラックとみたいな。ユニクロ買えないですね。うん、この値段じゃ買えないですよ。この素材と機能性踏まえたらこの値段でね、ユニクロ買えないですね。9月発売予定。これは買いじゃないですかね。買います。おしゃれやし、あったかいし。買います。買います。一丁羅できます。一丁羅一丁羅今勝負の時に着るわ。あ、ここぞという時にね。おしゃれせな感じ。じゃあ次はアウトドアワークツーウェイフーディ。フーディー、ツーウェイということはですよね。リバーシブルってことですか。リバーシブルですよ、なんと。うわ、あったかい。これは着心地めっちゃいいんやけど、この裏地ふもふもふ、どうですか。おしゃれ。かわいいよな。うん、かわいい。似てるこれが裏表で着れるっていう。これいいです。これ3500円。安っ。これいいわ。3500円。めっちゃ熱い、汗かいてきた。うん、めっちゃいい。フレームテックってことはキノコに強い。いや、めっちゃいいやん。全色変えるやん、3500円。これヤンちゃんは似合いそうやん。着てんの去年から教えて箸この色似合うの。色も4色展開。黒、真っ黒もあるで。黒の襟なしだよ。えぇー、フードなし。いや、でもフードあった方がいいよ。絶対あったかいもん。これ絶対真冬いいよ。ニットか。あー、そっか。これはいいぞ。これ買いましょう、家族全員ね。家族全員ワークマンだと思う。ワークマンやりましょう。買っちゃいましょう、これ。あ、いいわ、これいいの見っけた。買いに行こう。いや、冬は絶対これいるでしょ。いるんの。これいるやんな。持ってないけど。このウォームパンツ、キルトの。ずっと欲しかったやん。これすごいよ。でも何だとかめっちゃ高いやん。うん、まあ、こちらワークパンツ2500円。買っちゃいましょう。でもめっちゃあったかいし、ここ見て、絞ってあるから、あの冷気が下から入れへんから絶対あったかいんや。すごいな。ちゃんとポケットもついてるし、後ろも。やばない？
しかも撥水加工。これいいな、2500円、めっちゃいい。これも1、2、3、4色買って1万円。これ、ナンガとかスノーピーとか買えますか？1万円も買われへんな。買えないでしょ、4枚も1枚も買われへん。1枚も買われへん、ナンガは。いやもう絶対ワークマンいいと思う。自転車、通勤車ってあったかいもん。我慢して1着なのか、快適に2着。ワークマン行こうか。500円はええわ。ナイスすぎるよ。テントもこんな感じで、カラバリ豊富なラインナップで揃えてますよ。すごい。女性用のは、こんな可愛いんで、詳しいデザイン。ホロ食器も、すごいいろんな色があって、かわいい。こちらの重ねれる食器類ね。値段もやっぱ安い、ね、はい、値段は980円。安いよな。980円。980円。ポットは、ポットはあ、これで3500円。はいはいはい。これで2500円。安ない。かわいいしな。家に置いてたらかわいくない？うん、確かに家で使えるよ。家の皿全部これにするか。それいいな、とりあえずな。うん、いや、いると思う。かわいいもん。キャンプじゃなくて、これ家でもいいや。家で使える。ちょっとまさかワークマンにと思って折りたたみ式の非常用トイレ。これは私ずっと気になってて、キャンプ場でトイレが遠い経験ありませんか？トイレが遠い経験ありませんか？これですか？はい。めっちゃ遠いとこ多くない？トイレが遠いときはもうピーピーするからな。ピーしてピーしたらあかん。ピーしたらあかんから、小さい子供とか絶対我慢できんと思うな。そういうときにこれあったら絶対便利やん。非常用トイレ、そうだから、こうやって座ってトイレできる。で、凝固剤とか袋も入ってるから、用を足したら固まって、このままくくって捨てれる。これがあったらどこでもトイレできるとかね。そうでな、最近災害とかそういう時もこれあったら絶対いいと思うね。これ凝固剤10人、処理袋10人で12回も入って1900円。結構買いっすね。これいいよな。これあったら多分めっちゃいいと思う。もう野営もできますよ、ママさん。野営できる。トイレ問題解決やもんな。そう、これはもう絶対1回に1回、1回に1回、1回に1台いると思います。見て、パパさん、超ミニ中華鍋あんで。やばいや。しかもな、お玉もあんねん。おかしないサイズ感。おかしない。これで何作るの？サイズ感おかしない。いや、一人分のチャーハンやったら全然。こぼれる、こぼれる。全部こぼれる。ママさん、俺気づいてんけど、はい、ママさんな、マオシロンな、多分炊くもん。やばい。キャンピングに会えた。やっと会えたの。やっと会えたんです。めっちゃ嬉しい。めっちゃこんなんやった。背が長くて。あっ、フレームちゃんと入ってた。入ってた。ほんで、ええやつやった。じゃあ、やっぱりええやつやった。
なあ、もうこんな感じで行きましょうか。次次ってもうないか。はい、はい、どうでした、ママさん。ワークマン良かったね。ファイディアはワークマン商品をほとんど使ってないから、どうでした実際。ちょっといつも店自体が混んでるやん、人気やから。知らないっすよ。だからちょっとな、じっくり見れることってなかったんけど、今日めっちゃじっくり見て、ええー、よってなった。どの辺が？どの辺が良かった？あ、安いとこ。ほんで機能性も結構結構いいやん。あったかかったし、多分冬にそのインナーとかユニクロ買うんやったら、あ、言ったらあかんな。いいやん。いいやん。ワークマンでやっぱりアウトドア向けにちゃんと開発されてるから、うん、そういうの買った方が絶対いいと思う。安いし、あとはシンプルやし取り入れやすいやなと思ったよ。うん、なるほど。いいと思う。どんどんワークマン入れていきましょう。ワークマンに走りたいと思います。晴れてワークマン女子になると思う。女子かどうかわからない。今回はワークマンの秋冬展示会ということで楽しかったです。ありがとうございます。いろんな人にも会えて、一番のお目当てすごいよな、なんかな、女の顔してたもんな。タコムくかっこよかったね。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティオチャンネルママでした。バイバーイ。